こんばんは、メイヤです。前回に引き続きになるんですけど、心霊スポットでホラー映画を見るっていう動画になります。で、前回ですね、テケテケ1を見たってことで、今回はテケテケ2を見ていこうかなと思っております。こちらの映画もですね、2009年の映画ってことだったんで、テケテケ1と同じ年なんですよ。だからおそらく同じ時期に撮影して、さらに、なんか同じ時期に上映されたんじゃないかなっていう。言うならば、その1と2、2本で1つみたいな、なんか感じなんじゃないかな、みたいな気がするんですよ。前回これもですね、テケテケ1と一緒に借りて見てるんですよ。けど、その話の内容なんかは、テケテケ1はなんとなく先に見たから印象に残ってたんだろうけど、テケテケ2の方はですね、なんか惰性で見たから覚えてないみたいな。なんかそんな感じなんですよね。ちょっとまた今回も、ここにヘッドホンがあるんでですね、映画の方を見ていきたいなと思います。映画の方を見終わりましたね。この作品も1と同じように、70分ぐらいだったですね。時間としては。今回もちょっとあらすじを先に話すのであれば、話はですね、テケテケ1から1年後、最初の冒頭でですね、その1の最後に生き残った、その1の主人公がですね、殺されるんですよ。テケテケ。それで話が始まるんですけど、そこからですね、場面が女子校みたいなところに変わってですね、女子校の中で、また上半身と下半身が真っ二つにされた死体が見つかったっていうので、なんか話題になるんですよ。で、そんな中ですね、主人公の親友の女の子がいるんですよ、委員長の子が。で、その委員長の子が、不良グループのリーダーみたいなのに注意したのがきっかけで、不良グループにいじめられるみたいになるんですよ。で、なんかクラスの中で孤立するみたいな。なんかそういう風になるんですよ。で、その孤立した委員長が、テケテケに遭遇するんですけど、殺されずに逆になんかテケテケに取り憑かれるみたいな感じ。っていうか、テケテケを操るみたいな。なんかそんな感じになってですね、いじめていたクラスの女の子たちに復讐するみたいな話ですよ。その合間にちょっと話を入れるのであれば、テケテケ1に出てきた男の人がいるんですよ。テケテケのことを調べてて、その主人公たちに教えていた男の人。その人がですね、また出てくるんですよ。この2の主人公と、その男の人が偶然出会ってですね、また2人でテケテケのことを調べるみたいなことになるんですよね。今回のこのテケテケ2はですね、70分なんだけど、話がですね、二部構成みたいになってるんですよ。前半部分で、委員長の女の子が、クラスのその不良グループからいじめられるっていう感じになるんですけど、そこのシーンがですね、なんかやけに長いんですよ。最初の30分ぐらいが、なんかそのいじめのシーンなんですよ。後半の40分ぐらいが、テケテケが出てきて、そのいじめられっ子が復讐するっていう、なんかそんな流れになってるんですよ。ちょっと思ったのが、前半部分のその、大勢で集まって、一人の人をいじめるみたいな感じで、女子校のなんか陰湿ないじめみたいな感じをですね、なんかずーっと表現してるんでしょう。で、それを見たらですね、なんか、その後、そのいじめてた女子高生たちが、テケテケに殺されても、かわいそうってあんまり思わないんですよ。これがもし本当にそういういじめとか関係なく、無差別に女子高生が次々に襲われてたら、かわいそうとか思ったりするんでしょうけど、なんかこれに関しては、その前半部分のいじめのシーンが長いから、後半部分にそのいじめっ子たちがテケテケに殺されても、むしろなんかちょっと爽快感があるみたいな感じになるっていう。なんかそれを一応狙ってるんでしょうけどね。それは感じましたね。で、前回の1の方ではですね、オープニングから通して、3人しか殺されないんですけど、もう今回はですね、最終的にはトータル9人テケテケに殺されますね。
それぐらい人が次々と死んじゃいます。オープニングで一人殺されますけど、あとの8人はですね、もうほんと後半のもう40分ぐらいでバタバタ8人殺されますからね。制服を着た女子高生が惨殺されるっていうシーンはですね、これ一部のマニアに人気が高いみたいで、だからよくホラー映画でですね、制服を着た女子高生が惨殺されるみたいなシーンってあるような気がするんですけどね。本編はもう後半の40分だけだったんじゃないかなと。でも40分ぐらいだったら、前回この話で1時間は長いみたいな話をしましたけど、後半の40分だけを見ればですね、サクサク話が進んで分かりやすいかなっていうのはありましたね。ただですね、1の時は、まあ、単純に赤いものを身につけてる人が襲われるっていう設定だったんだけど、もうそれだと、まあ、ちょっと自分も前回言ったんだけど、もう誰でも赤いものなんて身につけてるじゃないかって思うんですよね。でも実際に今回殺される女の子たちはみんな制服のリボンみたいなのが赤いからですね。もうそれで、もうみんな襲われる条件には当てはまるんですよ。それプラス、もう一つ条件がついたんですよ。テケテケってもともと人間で、鹿島玲子っていう人だったんですけど、その人が襲われて自殺してるんですけど、まあ、それで、恨みを持って死んでるわけですよ。で、その恨みを持って死んだ、その恨んでる相手っていうのが、沼崎っていう男を恨んでたんですよ。で、その沼崎っていう名前が今回ちょっと狙われる人の条件に関係していて、まあ、沼崎っていう人が狙われるっていう風にしてもいいのかもしれないですけど、まあ、沼崎ってそんなにいる名字じゃないから、それだとちょっとそんなに人が大勢殺されることもないはずなんで、そこを少し変えていったんでしょうけど、まあ、ちょっとそれが無理やりなんですけど、その沼崎っていう漢字の中に含まれる部位みたいなのがあるんですよね。沼だったら山水があって、刀があって、口があって、みたいな。で、崎だったら山があって、台があって、蚊があって、みたいな。なんかそういう風にですね、名前をバラバラにして、その名前のその一部が含まれている名前の人が、テケテケに殺されるっていう。もう分かりにくい設定が追加されたんですよ。それでですね、いじめっ子のグループの中でも、自分の名前の中に、まあ、その文字が当てはまらない人がいたら、その人は、テケテケに遭遇しても、殺されなくて済むっていうことがあるんですよ。二人で歩いていて、一人は殺されるんだけど、もう一人は返り血を浴びて無傷みたいな。まあ、その後精神を病んで入院するみたいですけど。なんかそういうことが起こるんですよ。でも、それってちょっと考えたら思うのが、テケテケはじゃあ、デスノートの死神の目じゃないですけど、相手の名前が漢字で見えてるっていうことになりますからね。で、その漢字が見えてて、その漢字の中に、その自分の狙っている人の名前が含まれてたら、その人だけを殺すっていう。だからなんかそのテケテケの能力もなんかちょっと特殊なんじゃねえかっていうことになってくるんですけどね。まあだから、まあそういうなんか後付けの分かりにくい設定がついているんですよ。2の方には。まあそれで結局、その殺された人たちにはそれが全部当てはまってるんですよ。名前に沼崎っていう文字の一部が含まれてるっていうことで、まあたまたまそれがいじめっ子がみんなその名前の一部が含まれてるみたいな感じで殺されていくんですよ。でもなんかその設定もですね、もう結局のところは曖昧みたいな感じになってですね、主人公の名前に水っていう漢字が入ってるんですよ。ただ水って沼崎に関係ないんじゃないかって思うんだけど、沼崎の沼の山水が水なんじゃねえかっていう、もうちょっと強引な合わせでですね、その水っていう名前の入ってる主人公も一番最後に殺されるんですよ。で、まあ、もっと言うなら、まあ、これはもうちょっと突っ込んだらまずいのかもしれないですけど、テケテケに操られてたようなその院長の子、その人はですね、テケテケが鹿島玲子っていうのに対して、中島玲子っていう名前なんですよ。それで名前も似てるからなんか取り憑かれたんじゃねえかみたいな感じなんですけど、その中島玲子もですね、最後テケテケに殺されるんですよ。でもですね、中島玲子って入ってないんですよね。その漢字の一部が。なんかそれで、なんかちょっとその設定はどうなのかなっていうのはもう最後まで感じましたね。で、あと今回のテケテケなんですけど、まあ、最後どうやって回避するかっていうとですね、まあ、前回は赤いものを持っていて赤いものを手放せばよかったんですけど、まあ、今回は赤いものプラス名前が関係しているっていうことだから、もう名前はもう捨てることができないから、その名前の一部が入っている人は本来ならもう助からないはずなんですよ。
でもですね、まあ、今回は、なんか謎の呪文みたいのを唱えて、テケテケを追い払うっていうか、消えるんですよ、テケテケが。なんか、小学生なんかが噂してたような呪文をですね、思い出して唱えたら、テケテケが消えるっていう。で、実際それで回避できるっていう感じになるんですよね。だからですね、まあ、今回のこのテケテケ2、まあ、見た感想としてはですね、1と比べて見やすかったかなっていうのはありました。ただですね、その設定なんかはもう1と比べて明らかに分かりにくくてですね、なんか無理やりなんか1の後に後付けでつけたようななんか設定が多かったような気がしましたね。で、あと2の方はあんまりそのテケテケが出てこなかったなっていうのは感じましたね。もうほんとテケテケは殺すシーンのワンポイントでしか出てこないみたいな。なんかそんな感じだったですけど。まあそれでもやっぱりそのテケテケっていうものの存在感はでかいなっていうのは思いましたね。でも1と同じテケテケがまた出てくるからですね。1の続編だなっていう感じもしました。まあ1と比べてどちらが面白かったかって言われたらですね。同じぐらいです。これ1と2どちらが面白かったかっていうのはもうほんと、まあ人それぞれなんじゃないかなっていうのは思いました。また次回ですね。まあ、こんな感じで、ホラー映画を借りてきて、まあ、またこの部屋になるか、まあ、もしかしたら暖かくなればまた外の方で、まあ、映画鑑賞するかもしれないですけど、面白そうなホラー映画を見つけたらですね、まあ、借りてきて、感想を言いたいなと思ってるんで、まあ、その時暇のある方はですね、こちらの動画の方を見てもらえたら、ありがたいです。それではまた。